久保さん。久保さん、すごいですね。毎日即歌塾売れてるってね。まね。あの、久保さんの秘密にしましょう。久保哲郎の秘密にしよう。<laughs> 久保哲郎の秘密にしようかな。まあ、あの、久保さんがなんで即歌塾売れるかっていうと、一言です。シンプルに。毎回自己紹介をしているっていうね。ね、久保さん。即歌塾の久保です。 <laughs> もうこれに尽きますよね <laughs>。これに尽きる。本当に。うん。だから結局ね、あの、もちろん僕みたいにバリバリね、そのセールスレター作ったりとか、セールス動画作ったりとか、なんかその、売るための、こうなんかやったりとかね、してないけれども、逆に言うと、毎日しているっていうね <laughs>、自己紹介を。うん。これあの、キングコング西野さんもそうなんですよ。キングコング西野さんも、 うん、知名度。も多分だいぶ普通にあると思うんですね。今度は映画やりますけども、なんだろうな。本も何十万部。まあ、十万部以上本売ったら結構、ミリオン、なんださ、すごい、すごいのかな。うん。で、あのー、オンラインサロンも今、7万人、8万人集まったのかな。で、だいぶ知名度あるのに、いまだに、どうも、キングコング西野です。 お笑い芸人をやったり絵本作家をやったり国内最大級のんオンラインサロンをやってますみたいなこう毎回言ってますからねこう毎回言ってますね <laughs> まあそのなんかボイシーっていうところで、まあ、音声ラジオみたいなのやってるやつをコピペして、まあ、YouTube の方にもそれを音声アップしてるんですけど僕はそのコピペして YouTube のアップ見て聞いてるするんですけどいやあそこまで知名度があるのにもかかわらず毎回自己紹介するんですよ これすごいなと思って、で、僕はあんましてないですよね。<laughs> すごいなと思いつつ、それはやってないっていう。だドリアカの吉谷ですとは言ってないですよ。で、多分、僕がドリアカの吉谷ですっていうようにとかね、えー、ドリアカを運営している、えー、日本一の塾を運営している吉谷ですっていうようになるのは、多分、久保さんの立ち位置になった時かなと思います。うん。それはまあ、その、なんだ、変えてきます。またフレーズを。 うん、だから僕は今どういうふうにビジネスをやってるかっていうとどんな切り口でもどんな入り口でもそのなんだこの人ってなどう何やってる人なんだろうっていうふうに相手に考えさせるっていう感じですかね相手に考えさせて相手に動画をたどらせるというマーケティングですね 相手に考えさせて、相手に疑問を持たせて、相手にえー動画をわざとたどらせて、で、その中でフィルタリングしていくみたいな感じですかね。うん。まあ僕、動画本数多いんでね。自己紹介しなくても、動画が自己紹介になってるっていう感じですかね。量が多いから。ということで、久保さんの だ,だって、久保さんのやり方ってまあ昔から変わってないんですけど、このやり方って多分誰でもできると思うんですよ。自己紹介っていう。ただ、面接行くときも自己紹介しないためじゃないですか。うん。だから自己紹介ってすげえ大事だと思うんですよね。自分はどういう人ですよっていう。これは、あのー、なんだろうな。うん。例えばね、久保さんもじゃあ最初からその即可塾の塾生さんが、あの、100人、200人、1000人、世界にいたかっていうと、いないんですよ。ゼロですよ。 ゼロ,ゼロだけど、即下塾の久保ですと。広島の久保ですと。で、即下塾がなかった時は広島の久保ですけど、あのー、何が言いたいかっていうと、別に作っちゃえば、うん、その、なんな、肩書きをう言えるってことですね。だから、結果がなくても作っちゃえば言えるってことです。作っちゃえばね。だって別にその、社長のも社長ですみたいな。 社長なんか誰でもなれるじゃないですか、登記ボで、あの、投稿すれば。うん、だからそれ作っちゃえばね、社長になれるし。うん、だから大事なのはやっぱ、うーん、自分に結果がなくても、自信がなくても、うーん、経験がなくても、まず先に作るってことですね。まず先に作って、それを先に言うってことですね。うん、もちろん嘘を言えって言ってるわけじゃないですよ、嘘なんかその、バ,バリのベス バリに、とか、すげえ家あります。これは僕の家です。みたいな。だけど、エアビーだったとかね。まあ、そういうのじゃなくて <laughs>、あの、あのなんか、飛行機持ってますみたいな。持ってるぜみたいな。まあ、それ自分じゃないみたいな。なんか、そういうのじゃなくて <laughs>。その別に即可塾とかね、自分で作れば別にもう作ってるわけですから、言っても問題ないわけじゃないですか。だからそこに結果があろうがなかろうが、 自己紹介として速可塾を運営している○○ですとかね、○○塾を運営している○○ですっていうことは別によ悪くないですよね。<laughs> でもそれをほとんどの人が言わないって感じですかね。うん、言ってないとあ。言ってないから分からないってことですよね。言ってないから分かんないじゃないですか。何やってる人か。うん。じゃあそれビジネススタートしないよねっていう。どんな商品を持ってるのか分からなければその商品が売れる可能性はゼロですよね。 もちろんですね。その商品の名前、その商品の実態が分からなければ、売れる可能性は0%です。だけど、即果塾の久保ですっていう、速果塾っていうフレーズを、多分今まで久保さんはトークの中で、多分何万回、何十万回言ってるかと思います。多分何十万、何百万回のレベルですよね。<laughs> それが大事かなと思いますね。で、誰でもやっぱできるビジネスのヒントって感じですかね。いってらっしゃい。